さあ始まりましたバスケートーク、このコーナーは毎週火曜日フリーアナウンサーでボールトリック副編集長の木村愛理さんと一緒にバスケについて扱っているコーナーです。愛理さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今週はね、ちょっとあの先週末試合がなかったりオールスターもなかったということで特別編出張バスケートークお送りします。どこに出張したんですか？これはですね、年末にね、はい、あの僕ら信州対京都の試合に行きまして、コトブキアリーナですね、信州の本拠地の行ってきまして、そこのねアリーナをレポートさせていただいたので、今からその VTR をね見ていただこうと思うので、初見参しました。初見参ですね、エリさんは。はい、もうたくさんこうね出会いもあったりとか、取れ高バッチリなので皆さん楽しんでいただけたと思います。はい、ではどうぞ私たちの珍道中ご覧ください。新州のアリーナ MC の三井さん。はい、アリーナ MC の三井です。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもお世話になっております。とんでもございません。いやいいですか皆さん、本物やっぱりめちゃくちゃ美人です。ありがとうございます。やばいです、本物マジでめちゃくちゃいい匂いします。ね、でも昨日昨夜もね生配信に一緒にお付き合いいただいて、はい、いやいやいや、もうちょっとね、タッキーはちょっと少し怒っておかないとね。、はい、あまりにも信州寄りすぎるだろうと。まあそれでいいんですけどね。今日はもうあの私に信州の魅力をたくさんまた教えてくれるって言ってくれて、その通りですね。楽しみに。それは土地のことですか、それともチームのことですか？全部です。あ、全部ですか。ありました。あと私はあの金カツカレーを買って帰ろうと思ってます。マストです。マストです、ね、食べてみたい。ちなみにですね、北斗の曲がこうフリースロー決まると必ず流れるんですね、はい、絶対勝つぞ、試合だ飯だ金勝つだってやばい、ジャスパーじゃない、覚えられなかった。後でゆっくり習いたいぞ。フリースロー決まった時に、はい、ジャスパーズがそういうことをちょっとやってますので、はい、試合だ飯だ金勝つだってやってます。なるほど、ちょっと頑張って、それもぜひちょっと注目してみてください、はい、僕も知らなかったですけど。まだまだですね。まだまだ。実は僕も最近気づきました。なるほど。三井さんですら。なかなかそこまで目は、ね、いかないんですけれど。ありがとうございます。まあでも本当に綺麗なところですよね。すごく綺麗ですね。見やすいし。あの三井のファンの時は、まあちょっとコロナであれですけど、このあのボールのエンドのところにも、はい、こうロールバックの椅子が出て、要は本当も360度一周全部お客さんっていう、とっても素敵な会場なんですけれども、まあ、外は寒いですけど中は暖かいので、ゆっくりとご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。素晴らしい。三井さんのね名 MC にも注目して、すごい楽しみ、よろしくお願いします。ございません。ありがとうございます。最後にもう一つだけ、はい、いいですか皆さん、本物は本当にまた綺麗です。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。今日も会場に取材に来てくれている、さらにはおなじみの木村恵里さんまで、なんとこの会場に来てくれている、オーラを放っております。見つけるのが非常に簡単でございました。え、何これ、ブルアーの恋人。どうしよう、
これを買いに来たけど、金カツカレーね、これも気になるね。あとおすすめのグッズは何ですか？おすすめのグッズはあれですよ、エリさんも持ってたキーホルダー。はいはいはい、携帯をふきふきね、探したいですね。2人で来た。すごい。いいんですか？ほら、この間ブレイブが打ってくれた時に、あ、そういえば私打ったと思って。すごい。ありがとうございます。いえいえ、わざわざ。え、はい、いいんですか？ごめんね、慌てて作ったから1枚しかなくて。じゃあ、私が取って差し上げますよ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、どうぞ。めちゃめちゃかっこいいやつもらいました。マジですか？ありがとうございます。いえいえ、渡せてよかったです。あの、前回僕買わせてもらったんですよ、一回会って。ありがとうございます、本当。いえいえ、ありがとうございます。今どれが人気ですか？あと岡田くん、前田くん、まあ、30歳ですよね。じゃあ1枚もらっていいですか？はい、誰がいいでしょう？皆さん、どれがいいですか？僕前回ね、ブレア買ったんですよ。ブレア、かわいい。じゃあ私におすすめの推し麺を買ってください。ね、マクヘンリーで。はい。マクヘンリー先生、お願いします。はい、じゃあこちらでいいですかね。似てる。似てます。すごい似てる。おいくらでしたっけ？250円になります。すいません、1000円でいいですか？あ、はい、大丈夫です。すいません。はい、じゃあこのまま、すいません。はい、マクヘンリーさん、もらいました。食べるのドキドキするね。似てる。似てるの。はい、ありがとうございます。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 じゃあちょっと今グルメエリアから買ってきまして、はい、これがいい匂い。まずうましかバーガーですね。うましかバーガー、本当にさ、馬と鹿のお肉をね、でジビエバーガーで、で鹿のお肉が使われてるっていう信州さんなんでしょう。そうですね。へー、がまず一つと、うん、唐揚げ。唐揚げですね、うん、こっちも結構上田の名物なので。あ、ソウルフードなんですか？ソウルフードですね。へー、じゃあタッキーもよく食べてたんですか？よく食べてます。さらになんか素敵なもの、先ほどのね、うん、須坂せんべい堂が特別バージョン作ってくださいました。すごい嬉しい。ありがとうございます。食べるのもったいないね。はい、じゃあハンバーガーからいただきましょうか。はい、お願いします。すごい、結構さ、ずっしり入ってるんで、わかる？すごいですね。いい感じ。うん、じゃあ遠慮なくいただきます。ジビエのハンバーガーって私初めていただくかも。あんまりないですよ ね。しかも馬と鹿だからね。いただきます。うん。うん、おいしい。おお、思ってたよりもさっぱりしてる。そういう感じなんですね。うん、お肉の甘み、風味はすごく感じるけど、うん、なんか癖とかも全然ないし、言われないとわからないかも。ああ、なるほど、うん、一番いい。バンズもすっごく甘みがあるバンズでね、美味しいよ、うん、はーい。ペロって食べちゃう。いいですね。うん、ちょうどね、感染にもいいですよね、うん、見ながら食べられる。いいね、唐揚げ、みんなが大好き唐揚げ。見てください、タッキー、じゃん、出た。あの、琉球ブースターの方からね、お土産でいただいたという、私もあのいただいたこのお箸を持参で、おー、なぜか信州で食リポ初日の目を見ます。島袋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれでいただきたいと思います。いっぱい入ってるね。大きいですね。うん、いただきます。うん、衣がサクサクしてます。
美味しそう、いい音してますね、うんうん、お肉がめちゃくちゃ柔らかいです。おー、うん、あ、これ美味しい。結構ボリュームあるからね、うん、何人かこれだけでもたまるね、お腹ね。そうですね。この唐揚げの衣、うん、私すごい好き。おー、うん、いい感じですね。中サクサクで、あの外サクサクで、うん、中しっとり、うん、美味しい。絶妙なサクサク加減ね。ナイスレポートありがとうございます。はい、試合が終わりまして、はい、今ちょっと信州のブースターさん行きつけのこのタクヤというお店に来ました、はい、ここはどんなお店なんですか？なんかおしゃれだし、駅の目の前で、すごくいい立地ですけど、うんうん、ここなんかできたばっからしいんですけど、はい、あの元信州ブレイブリアーズの佐藤武也選手がオーナーでオープンしたお店だということで、はい、すごい気が白い。あの佐藤拓さん、佐藤拓さんです。ビーコル時代にイベントでご一緒したりしましたよ。はいはいはい、そうなんですね、はい、じゃあご挨拶に行きましょうか、はい、行きましょう。すっごい気白い。すごいなんか立派なお店で、おめでとうございます。まず遅くなりましたけど現役お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。大盛況ですね。いや、まあ、ありがたいですね。常に大丈夫、いつもこんな感じ。いつもこんな感じ。あ、いい感じで赤いね。お酒、あ、忘れてた。食レポしましょうか。喋るの、食レポして。もうちょっと食べかけたけど。これおすすめなんですよね。食べ散らかしてるけど。これは何ですか？鶏のタルタルです。うん、鶏タル。通称鶏タル。じゃあタルタルいっぱいのところにしましょう。お願いします。いただきます。食レポ中です。斉藤さんも。斉藤さん。どうも。ジンジャーエールです。解説の斉藤さんです。ありがとうございます。すごいお店の方なんですね。解説の方も。拓也さんの付き人みたいなことです。あ、そうなんですね。はい、そうなんですよ。だから食レポするから。はい。おすすめの。食レポ難しいよ、食レポは。いただきます。ちょっと冷めたりで。うん。おいしいです。おいしいですね。お肉がすごく。柔らかいですね。そうなんですよ。タルタルも甘めだし。そうなんですよ。食べやすいです。本当に。ちゃんとあのつけにつけて、肉も柔らかくして、おタルタルも全部自分で作ってるんですよ。さすが、この大きい手で、大きい大きい手でやってるんですか。だから一個も大きいもん。そうなんですよ。食べ応えバッチリ、ね、食べ応えバッチリのサイズにしてるんですよ、うん、しかもちょっと冷めても美味しい、うん、美味しいです。最後ちょっとじゃあ PR というかお願いします。 PR です、先輩。どうも。お前が言うよ、俺は関係ない。どういうの関係ない。関係ない。俺も、僕の方が関係ないっすよ。名前たけやさん、パーカー売ってますって言う。パーカー5800円です。よろしくお願いします。これでいいですか、先輩。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでね、今週は出張バスケートークということで、年末のね、エリさんがいらっしゃったコトブキアリーナのアリーナレポートをお送りしましたけれども、はい、エリさんいかがでした、この出張バスケートーク。いや、もう本当に信州1年ぶりにね、お邪魔して、すごく多くの方にあ、トゥーフォア見てますとか、 YouTube 見てますよって声かけてくださって、ものすごく嬉しかったのがまず思い出のいい人と、あとはもう本当三井さんに初めてちゃんとお会いできて、うん、会場内でさ、私たちが来てるよなんてアナウンスしてくださるなんて、そんなことないですから普通に、うん、本当にその皆さんの温かさ、優しさに触れた幸せな時間でしたし、うん、あの個人的には佐藤さんの、あの佐藤拓さんのお店にもちゃんと伺えて、久しぶりにご挨拶ができたことも
なんかあのちょっとぎこちなさのあるお互いの挨拶と食レポみたいなのも楽しかったし嬉しかったし、うんうん、であのジビエバーガー、うん、すごいびっくりして美味しかったです。うん、美味しかったですよね。あれもうましかバーガーって何と思って最初、ね、でもあのちゃんとあの鹿肉はね信州のお肉を使ってらっしゃるということで、うん、アウェーの方も楽しめるんじゃないかなって。そうですね、まあ、本当にたくさんの本当にファンの方にね挨拶していただいたりとか写真を撮っていただいたりとか、うん、本当にまあこういうねなかなかこう僕ら普段こうやってズームとか配信でお送りしているのでなかなかこう生のファンってね触れ合う機会もないんですけれども、たまにはねこういうのも楽しいですし、はい、またやりたいですよね。そうですね、このやっぱりコロナ禍で人と触れ合うとか人に会うっていうのがすごくなかなか限られてる中で、ああやって皆さんとバスケットボールを通じて出会ってつながって触れ合えてっていうのはとっても貴重だったので、うん、またいろんなところにお邪魔したいなって思いました。そうですね、うん、まあ、本当に僕らもねできる限りいろんなアリーナレポートしていきたいと思うので、はい、またこう楽しみにしていただければと思います。あのぜひ我が町に来てアピールとかおすすめ情報とかもどしどし送ってください。コメントでねよろしくお願いします。はい、ということでゆりさん今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは241でした。Overcoming obstacles is the objective in life.